それでは親子高で朝日岳賞を制しました米川昇調教師にお話をお伺いします。おめでとうございました。あ、どうもありがとうございます。強かったですね。本当ですね。まあ、あのエルムステークスね、ちょっと残念な結果だったんですけれども、はい、それをもう本当に晴らすような圧勝劇でしたね。そうですね、はい、今日臨むにあたってそのエルムステークス5というところは順調だったという感じですか。そうですね、疲れも見せないで順調に来れたんで、はい、はい、よかったです。まあ、先同駅年が一応目標ということに年内されておりましたけれども、はい、このあと同駅年直行かもしくはどっか叩こうか、今どういうふうに考えてますか。まあ、なんていうかな、馬主さんと相談ですね、はい、南部杯とかそういったところは、まあ、そういうところも視野には入れてますけど、はい、もしそういったところも使ってまた活躍があると盛り上がるかと思います、はい、そうですね。ではですね、最後にご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、米川昇調教師でした。ありがとうございました。